花ちゃんが昨日ぴっちゃんに噛まれました今朝の様子ですぴっちゃんも反省してるような感じはしますボスの貝が花ちゃんのそばを離れませんそりゃそうです大事な大事な 花ちゃん花ちゃんを守るためにカは生きているそんな感じがするくらい花ちゃんを守りますだけどビッちゃんのこともビッちゃんの過去のことも過去の辛さもカは分かってます辛いけどしょうがない。 はい。いつもありがとうみんな守ってくれててありがとうか、はい。これからも頼むね。